こんばんは、速稼塾の久保です。今回 FX のご質問なんですけども、確かにね、これプレミアムの資料でいいことはいいんですよ。ところがですね、私プレミアムの前にやっていたものがありまして、こうやって適当な本を買ってきて、これを丸暗記してるのが私のベースになってるんですよね。であと与沢翼さんのスクールですよね、こちらの方と、ですので中村トレーダーのプレミアムのコンテンツですよね、こちらの方で不足してるなと思えばですよ、要するにこの不足してるなと思うのは何かっていうと、思うように勝てないとかね、思うようにエントリーポイントが見つからないなと思えば、やっぱりね、いろいろとローソク足とかチャートパターンとかを学ぶ必要があります。そういう時に適当にググったりとか、適当な本を買ってくれば書いてある内容一緒ですから、適当にググっても一緒です。どっかの証券会社の FX のなんかね、スクールみたいなのが無料で提供されてるサイトがいっぱいありますけども、どれも書いてあること一緒だと思うんですよ。その中で片っ端から覚えると大変なんで、もうこれだけは自分の得意技にしようと思うのだけを覚えていけばいいと思いますよね。で、今日提供した私のね、速稼塾の FX 無料講座コンテンツなんですけども、これはプレミアムに参加してる方、してない方、もう私の動画を見てる方用に作ってるものなんで、なんと言いますかね、ちょっと丁寧すぎるかもしれませんね。でも基礎の基礎から本当にじっくりと時間をかけてやる、超初心者の方向け、そしてこれは100万円の年収ですね。それからまあマックスで頑張ってもどう考えても500万以上いかないだろうみたいなことを想定して作ってます。本当に FX を今日から始める方とか向けのものだと思いますんで、プレミアムをされている方はそちらの方をね、最優先すればいいと思います。覚える場合どの辺の資料を参考にした方がいいでしょうかってことなんですけども、どれでも FX 一緒ですから、誰から学んでも一緒なんですよ。で、誰からだったら受け取りやすいかっていう問題だけなんですよね。だって FX の理論理屈って全部一緒ですからね、世界中同じやつなんですよ。雲とかなんかね、移動平均線とかいろいろありますけども、みんな一緒です。ですので私はね、誰から学んでも一緒なんだけども、この人からだったら素直に学べるなっていうね、例えば中村トレーダーとかね、与沢翼さんとかっていうのを選んでるわけなんですよね。で、あとネットで適当に検索してるやつっていうのは、本当に誰から受け取っても丸暗記する分は一緒っていう考えですね。ちょっとごちゃごちゃといろいろ喋ってしまいましたけども、基本的にはプレミアムの資料だけで OK です。その上で今私が提供しているのを見ていただければいいんではないかなと思いますよね。私が提供しているのはこうやって適当な本に書いてあるやつ、100円で買った本、ね、に書いてある内容なんで、だから本を買えば私の動画なんて見る必要はないんですけどもね、そんな感じでございます。いろいろと紆余曲折悩んだり迷ったりすると思いますけど、基本的にはですよ、基本的にはプレミアムに入ってるんだったらそれをやればもう十分です。それでプレミアムでどうも成績が上がらないなと思ったら、なんで自分の成績が上がらないのかってことをね、今トレードの反省とかを流してますけども、それを元に中丸トレーダーにご質問されればいいと思います。そしてキラさんの場合は前回みたいにね、私の方にお問い合わせいただいても、私が答えれる分と、ここは中丸トレーダーに聞いてっていう分と分けて返信しますんで、そういうふうに進めたらいいんじゃないかなと思います。はばかりながら私もですね、そこそこの勝利は収めてますんで、全部ではないにしてもね、キラさんにお伝えできることはございますんで、それではこれからもよろしくお願いします。